将棋に巡り合えたのは運命であり、強くなることこそ使命であり、自分がやるべきことの全てです。そして連勝できたのは良好としか言いようがないのです。今回名式をご覧いただく方は史上最年少で将棋のプロ棋士となり、歴代最多の連勝記録を塗り替えたこの方です。それでは藤井聡太さんの数理を見ていきましょう。最初に天格についてですが、天格とは祖先より伝承される一族の宿命を表す部位であり、25格の場合、呪力8点とされ、感覚が鋭く、話術、芸術、数学、語学に才智があり、非常に野心家な家系と言えます。続いて人格についてですが、人格とは人生の中心となる壮年期の運命を表す部位であり、21格の場合、棟梁運とされ、自身の高い理想を周囲の人たちにも望みすぎる傾向にあります。教育家、宗教家、評論家、指導者としても実力を発揮することができるでしょう。また名前が強すぎるためトラブルを抱えやすいのも特徴です。続いて資格についてですが、資格とは幼少期から青年期までの運命に強い影響を及ぼす部位であり、21角の場合、棟梁運とされ、プライドが高く負けず嫌いで、親をもしのぐ実力者となり、若くして仮名を上げることとなるでしょう。さらに地格人格ともに同格数になりますので、裏表のないまっすぐな人という印象を与えます。地格は内面的要素、人格は表面的要素を表します。続いて外格についてですが、外格とは周囲の環境に対して強く作用する部位であり、25格の場合、自力発展運とされ、ピンチを巧みに切り抜ける素質があり、周囲から真面目でたくましく、人前では決して弱みを見せない人という印象を与えます。続いて双格についてですが、双格とは壮年期から晩年に向かって強く影響する部位であり、46角の場合、難破運とされ、宝を乗せた船が沈没するという意味を持ち、刑罰、殺傷、病弱、孤独、短命、非業の死などの災難を背負う感じがあるのです。性格的には非常に頭が良く、緻密な分析を得意とし、普通なら見落としそうな細かなことにもよく気がつくでしょう。最後に福運ですが、福運とは発展成長を促す部位であり、42画の場合、博学多才運とされ、自分なりのノウハウや技術を習得し、趣味が本業になることもあるでしょう。ありとあらゆることに対しスマートにこなせる一方で、何事も意のままにならず、災難やトラブルに見舞われることもあるでしょう。ご覧の通り、頂点を極める大変素晴らしい数理に支配されており、勝ち負けを左右する世界においては実力以上の才能を発揮することのできる数理であることがわかります。それでは数理に隠された名式をご覧いただきましょう。赤文字に変換された部位は死を招く鬼門です。山水配列は土木木、複合札は破札、意味文字は田です。まず最初に山水配列の土木木について見ていきましょう。山水配列とは五行説をもとに、人は天と地の恵みの間に生かされているという思想です。土木木とは努力家で何事にも真面目です。外見はおとなしそうに見えますが、芯が強く自分の意志を貫く配列といえます。続いて複合札について見ていきましょう。最初に破札についてですが、天格と外格が同格同数で一致しており、まるで死神に取り憑かれたかのように月から見放され、結婚や仕事の夢に破れやすく、後先考えず行動するため失敗を繰り返すのです。身内や大事な人との別れが付きまとうという感じもあります。最後に意味文字について見ていきましょう。
意味文字とは災難を招く文字とされ、多という漢字は昔から日本人が好んで名前に用いられてきましたが、不運短命といった凶作用に転じやすく、事故は病気に遭いやすい文字なのです。藤井聡太、鑑定の結果、頂点を極める数理を兼ね備えておりながら、その行く先には災いに転じる暗示が潜んでおり、強烈な運気に支配されながらも、その姿は神の子と呼ばれた天才でした。史上最年少で将棋のプロ棋士となり、歴代記録を塗り替え、人並み外れた集中力を発揮できる名前の持ち主でした。生命とは人が背負うべき業です。乗り越えなければならない試練であり、受け入れなければならない宿命なのです。名は体を表すということわざがあるように、悪いのは全て名前です。名前で人は不幸にも幸せにもなれるのです。